ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場。味はグッドうまいリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは下の概要欄からぜひご購入ください。はい、というわけで皆さんこんにちは、ヒデです。さあ、じゃあ今日ですね、ちょっと前回と引き続き背中ですねやっていくんですけど、なんでかんだ、4種目目にしましたね。チンニング、ラットプル、伝統バロー、まあ王道を着て、最後ですね、丁寧に小脇、まあ多分張ってるかな、ちっちゃいけど、ここですね、最後締めとしてラットプルのビハインドネック、後ろですね攻めていくという形。まあ、自分でその軌道、バーの軌道っていうのは自分で目に見えないんで、本当やはり背中だけ集中しやすいかなっていう、そういった意味も含めて、比較的種目入れてます。はい、ちょっとまあ脱いだ状態からなんですけども、今黒くなって、あとサマスターまで、9日1週間ちょっとですねに迫りました。今体脂肪、今日朝一は 6.5% だからまだ1桁後半なんですよね。できれば前半までこっからちょっと追いかけて 4% 前後まで、早くは4パー切っていけるように、もう全て出していこうかなと思います。はい、さあというわけで、じゃあ背中ですねやらせていただきます。今日もよろしくお願いします。よし、それではいきます。さあ、まずは重さですね、 31.8kg という形で、さあ、ただこれだと僕はまあ10回以上はまあ普通にというかこなせるかなというところなんで、フォーム確認含め1セット目やっていきます。まあ、かなり軽くはないですけども、まあ、っていうのはやっぱりもう 2、3種目やってるんで、背中のもう神経はもう伝達がもう十分届いてます。その流れでやっていきますので、まあ、最後の種目でもあくまでもちょっと手幅を広み取っていきます。とりあえず15本で数こなしてちょっと鳴らしました。よし、感覚悪くないですね、疲労溜まってますけども。でちょっと少しずつ上げていきましょう。あ、すいません、ですね、少しずつ上げですね、今 31.8 からもう次 40.8、 ほぼメインに近い、重さにここでもしていきます。やっぱりその日々の体調、まあ、コンディションでこう力の入れ替えとかどれくらいするか体力面がちょっと違うので、今日もどれくらいかはちょっとまだ分かりません。ただ40を10本前後ここを見ています。それ次第でその次の次のセットちょっとですね調整していきます。はい、さあ、まあ、6.5% 体脂肪って言ったんですけど、全然まだ皮が厚みありますね。美味しそうなステーキみたいなのちょっと脂肪分って感じで、ちょっとまずそうなちょっとこの皮膚舐めていきますね。僕はまあ何パックっていうんですか、ちょっと形いびつじゃないですか。1、2、3、4、5、5、ちょっとこっち違いますね。人によってちょっと形が違うっていうのもあるんですけども、まあ、まずはちょっと絞ってちゃんとクッキー出すようにですね、おんやりしてますよね、やっぱり。最近鏡見て思うのが、その、ここですね、大胸筋の、ここかな、なんとなくこの分かれ目が、これ、ちょっとぼんやりしてます。ここなくしたいんですよね。こう。なんとなくありますよね。しっかり絞れるようにしていきます。さあ、というわけで、じゃあ、背中いきましょう。リセットである程度重くしていきました。実は昨日、上腕二頭筋、力こぶの取
トレーニングをやったんで今疲労まあ筋肉つきててちょうどいいですよね。背中に収集できます。12本、ちょっとラスト2本は無理だったんですけど12本いきました。というわけで自分の中で12本いけたってことはちょっと10本を目安に考えるともう1段階ちょっと上げちゃいます。今日のマックス 45.4kg、 ちょっとこれに設定していきます。筋肥大としてはやっぱりよく言われる8回から12回の、8回ですね、もうここを狙っていければなと思います。さっきも言ったんですけども、なるべく肩なってたかな、肩と肩甲骨、仮定した状態、まずここは徹底的に意識はしてますね。このまま上げて引いちゃうとちょっと相互入っちゃいます。肩もちょっと疲労溜まっちゃうんで、ガラッカク、この状態から下げる形にしてます。炭酸水、結構いいです。カロリーゼロっすね。今炭酸水ブームなのか、いろいろなんかコーラ味みたいなコーラの、まあ、無糖のものとかもあるんで、かなり現実には持ってくるですね。さあ、じゃあこの後45kg、今日のマックスやっていきます。ある程度今日のこの種目の、一番のメインとしてはここにかけていきますので、ここで全てもう使い切る気持ちで残り2セットを考えずにやっていきます。さあ、かなり重みが違います。集中していきます。なんとか8いきましたね。いやでもほぼ最後ちょっと肩、腕ちょっと力んじゃいました。なので目安として今6ぐらいちゃんと繋がらけたらいけたのかなと。まあでもこれでちょっと次回繋がるような回数ですね、参考になりましたので、別に無駄なことではありません。で、今度はインターバルちょっと短めにしてもう疲労しきってます。ラスト締めに、フォーム修正のためにも36まで戻してみましょう。最後はしっかり意識してやっていきます。休憩は本当にもう30秒ぐらいとります。よし、じゃあぼちぼちいきます。ラストセット 36.3kg です。最後きっちり広めに幅を取っていきます。ゴールデンウィークってこともあってファミリーな多いですね。いい雰囲気です。こういう時こそですね、差をつけるためにちょっと追い込んでいきます。それではラストセット、you
こっすかね。15本フィニッシュです。いやきつかったんですけど、今日動画で行こうで結構逆に集中してかなり追い込めました。はい、まあ、というわけですね。まあちょっと動画に関してはいろいろ分けてちょっと見ていただければと思うんですけども、こういった感じですね。時間しびれば30分ですかだけで実はできちゃうっていう、ここで追い込むことができます。僕の採用しているコンパのセットとかですね、うん、あとはこう休憩短めに取った重さ調整した形、こういうのをどんどん取り入れると逆に集中して力を覚えます。時間がまあ時間に比例して、いい距離できるっていうわけではないので、そこをぜひ活かしてですね、ちょっと皆さんにも実践していただければと思いますので、今日は一旦ここまでにさせていただきます。またお時間ありましたらよろしくお願いします。ありがとうございます。